グループオンラインの時はありがとうなおかちゃんさんこちらこそ楽しい時間をありがとうございましたお口プルプル今日もかわいいやったー嬉しい今日はグロスを違うグロスを塗ってみました <laughs> だからかな嬉しい気づいてくれてはるちゃんやほまるやっさんやほまるです ありがとう <coughs>。テロップ書いとこうかな、今日も。<laughs> いつも通り。いつも通りのテロップ。癒しの時間、g ボーイさん。こちらこそみんなにパワーもらって、癒しの時間です。今日はうささんいるしむさん。今日はいないです。今日はね、来なかった、こっち。リビングで。お散歩疲れかな <laughs> ゆっくりしてるはるちゃんこんばんはわっかんさん今日もありがとうはまもんさんもこんばんは覚えててくれてありがとうございますこちらこそ嬉しい2日連続で来てくれてありがとう後ろのクッション何ほら <laughs> タレパンさんこれははるかの大好きなうさまるっていうキャラクターの7周年記念のグッズとしての。 クッションです可愛くないめっちゃ <laughs> お気に入りマイショ鉄が可愛かったあさかさん嬉しいありがとうございます見てくださってなんか何人か twitter でつぶやいてくださってるのも見ましたありがとう。そうポニーテールなんかねポニーテールは最近はよくするけどなんかくくってる 瞬間っていうのかなくくってるところをあんまりねみんなに見られることないからちょっと恥ずかしかったなんか <laughs> なんか恥ずかしかったです今日も晴れちゃんパワーを受け取らせてもらってなーちゃんさんよろしくです <laughs> ありがとう晴れちゃんは一度配信に来たら抜け出せんくなるのよほんまもう抜け出さないでください <laughs> リップの色可愛いの色いどこちゃんさんさ今日は久々にロムアンドのなんかなんてやつこれロムアンドウォーターティントの03番とその上からこれも安定のイヴ・サンローランのやつ塗ってもう上からプルプルの多分正体はこれですねこれもロムアンドのなんか ラメが入ってるグロスです。これのおかげで今日は唇ぷるぷるです。プルプル, <laughs> プル,プル公演の時とかライブの時はね。あの踊る時は髪の毛がこう。バって口とかについちゃうからってことでグロス塗らないんですよ。はるか？ だから公演とかの時は全然プルプルじゃないねんけど <laughs> プルプルが好きってね言ってくださってる方がいたらちょっと申し訳ないねんけどパフォーマンス重視しててそうプルプルにできひんからオフの日はもうここぞと言わんばかりにプルプルにさせてます <laughs> こんばんは。 こんばんばはドリアンおじちゃんさんこんばんはあとで見るってあぜひ見て見逃し配信もあるんでポニーテール最高やった江口さんマジやっぱいいですかポニーテール最近してないな仕事の BGM として聞いてますねあっトラさんや昨日ぶりです今日もありがとう嬉しい 前田、P、公園って dmm じゃ見れないのねさんそうなんですよむちゃくせ公園はファニーさんとかかな確かやっぱりはるちゃん可愛いですぞやパパさんえー、嬉しいありがとうございますでもなんか恥ずかしいね <laughs> 嬉しいけど振り向いたのにドキッてした ロッたんーーさんおう嬉しいやったあざとさんいけてましたいけ <laughs> てたかなこんばんはボブさんワッキーさんこんばんはありがとうございますわお揃い私も今日ロムアンドのそれうわナミちゃんマジ運命じゃないそれは <laughs> 同じ日にだってはるかめっちゃ久々に使ったもん同じ日にね 嬉しいリップ全部覚えてるのすごいえー、でもあのちゃんとした正式名称までは難しい <laughs> でもどこのかとかは覚えてるしなんかどこのやつがな,いなくなってるとかはわかる <laughs> 内緒哲学はただただはるちゃんかわいすぎた好きやったーイエーイ <laughs> 出遅れた、ま、ひろさん全然今始まったばっかりありがとうこんばんはえみこさんこんばんはありがとうございます髪の毛がついちゃうのかそうなんですよリップでねプルプルにしてたらねそう髪の毛がこうついちゃって。 めっちゃ前が見えなくなっちゃったりとか髪の毛ベタベタになっちゃうからそうあんまりねそうライブの時とかパフォーマンスの時はつけないんですよね完全にはるちゃんのはるちゃん沼んはるちゃん沼ってますやばいうわうしいやった <laughs> リップの並べ方もこだわって写真撮ったん綺麗に並んでてめっちゃ映えてたしんちやったーこだわりましたそうはるかさああいうの苦手なんですよなんかどうやって並べたら綺麗に見えるとかとかだからママに「ママこれってこうでいいかな」とか何回も聞きながら撮りました <laughs> ママそういうの得意やからほんまにはるか不器用なんですよねそういうとこ 今日も可愛い竹草今日もありがとう嬉しいありがとうございますはるちゃんブーム着てますタカさんほんままた到来してますか嬉しいプルプルのリップ良きだねやった嬉しいやっぱみんなプルプルが好きですかなんか女の子はさなんかあのー、マットリップみたいな感じであんまりこうなんかこう ツヤ感がないというかとか季節によっては流行るんですけどやっぱ男性の方はプルンってしてるのがいいんかなこんばんは GV さんこんばんはありがとうございますこんばんは遅れたあきらさん全然ありがとうございます来てくださってありがとう 久しぶりにアンドゥ・トロワも見れたよねホリーさんえね、あれアンドゥートロワ流してもらうこと知らんくて昨日見た時にびっくりしました <laughs> 流してくださってると思ってびっくりありがたいです制服のリボンも結べなかったってほんま笑 結べないですねねリボン、ね、結べるねんけど結べないはちょっと語弊があるかもしれん,結べるねんけど変なんですよそれは結べてないんかなやっぱりイコール結べうん変な結び方になっちゃうなんか縦結びみたいな難しいですリボン結び <laughs> ちなみにはるちゃんはどっちが好きなんですかのぼるさんリップえー、日によるかな日によりますねなんかマットリップに憧れる時もあるからもちろんマットリップも結構持ってるしなんかやっぱプルプルの方が可愛いなとか思ってグラス塗る時もあるし日によるかも。 でも結構どっちもメイクによってお洋服とかに合わせて使い分けてるかなどっちも好きです内緒哲学来週も楽しみ中小原さんあうしい来週もぜひ見てくださいはるちゃんこんばんはこうさんこんばんはありがとうございますおめっちゃ流れるはるちゃん今日もかわちいいですよずちこさんありがとうございます 褒めてもらえた <laughs> オレンジハート嬉しい結んであげるよ結んでくださいもう本当に <laughs> こんばんはもたたさんこんばんはありがとうございますトンシューズはちゃんと結べてたんトンシューズはねリボン結びじゃないんですよ実はなんていうのあれは肩結びって言うんですか肩結び2回するんですよ取れないように なんかリボン結びやったらすぐ取れちゃって踊ってる最中とかに取れたら大変やからってことでトーシューズは実は実リボン結びじゃなないんですよねなんかよく A とかにされるとリボン結びになってるんですけど実際のところリボン結びではないですだから大丈夫やった <laughs> だから大丈夫やったって大変。 はるちゃんのツイッター見ておいしそうだったからアイス食べて帰ります。ひでさんうわう嬉しい早速春るかですかそうさっきねツイッターに載せたの見てくれましたか結構もうコメントいただいてて嬉しかったんやけど一日一アイスっていう <laughs> ハッシュタグと春るかっていうハッシュタグつけてアイスつぶやいていこうかなと思ってます。だから もしよかったらみんな「ハッシュタグはるかつ」って書いて同じの食べたよって報告またください待ってますメイクでいろんなはるかが見れるのは嬉しいよ大ちゃんそう言ってもらえるとすごい嬉しいメイクねでもなんか最近だいぶ落ち着いてきたかもあんま瞑想しなくなったなんかねまあ昔の自分とか見たらめっちゃメイク なんでこうなったんやとか <laughs> 思ってたけど最近は大丈夫でした <laughs> みんな初めて知ったってミキさんとかそうやねイメージはねリボン結びなんですけどトシューズはリボン結びじゃないんですよまあ人によるのかなって感じん <coughs> あのアイスちょくちょく食べるしんごさん美味しいよねめっちゃなんかあれがさ一時期限定やったんか分からんけどなんかちょっと大きいサイズの食べる牧場アイスが売ってあってそれもレッスンの時に買っちゃって <laughs> めっちゃ食べてためっちゃ美味しかった「はるかつ案件たくさん増えそうでいい企画ほんま?」 いやねもうちょくちょくやってくださってる方いるんですよなんかはるかが食べに行ったものとかあと逆にはるかにおすすめしたいもので「ハッシュタグはるかつ」ってつけてくださってる方とかももういてくださったんやけどなんかもっとみんなと美味しいとかを共有したいなと思って今回やってみました <laughs> こんんばはマフさんこんばんは,さんこんばんはありがとうございます紅はるか食べたいな今からコンビニ行くかあー今の時期ですよねいろいろなんかコンビニとかでも増えてるよな結構もうねいろいろアイス食べて写真収めてるんで待っててください一 <laughs> 日一アイスだからもう今ね何日間か 前から何週間か前かぐらいからずっともうあのサダの家の冷凍庫はアイスでパンパンです <laughs> こんばんはのひこみさつさんこんばんはありがとうございますハッシュタグはるかつでつぶやいとこなあちゃんさん待ってる楽しみにしてます <laughs> いい企画だね嬉しい1日1スタバを待ってますそれはさすがにまあでも近いぐらい乗ってるけどモバメにはね結構報告してるかなスタバこんばんはさくらさんこんばんは。 キャチャャロさんもこんばんはありがとうございますこんばんはアイスはたまにのご褒美で食べてるおおまあこ,こまっちコマッチさんいいね確かにご褒美がねあるとやっぱ頑張れるよななんでもストックしてるアイスは全部違うのもちろんです だかからなんか箱買いとかじゃなくて1個ずつのアイスをそう買ってきてって感じ。<laughs> 帰ってきたらアイスいただきますなんでしょう。ちゃみさん。まあそうですねそういうのも多かったでも最近はなんか写真撮ったりするから配信終わってからとか食べてます。お風呂の前に はっ,ちゃんってスタバーカスタムするのカスタムはそんな新品ホワイトモカを虫肪ミルクに変更とかぐらいかなてかねあんまりねなんかフラペチーノ系最近飲まなくてカスタムはあんましてないですね今日は「もうのバニラ食べるよ晴れ男さん」うわいいなもうも美味しいですよね いいよなぁうさしにとっての歯磨きガムみたいなものかな <laughs> そううさしはね歯磨きガムがご褒美やからマジでもう一番テンション上がる瞬間こんばんはおかずさんこんばんは初見さんありがとうございますなんで来てくれたんですかありがとう 日日曜日お話し会ありがとうちなっちゃんさんわあありがとうございますわざわざショールームまで来てくださってありがとうはるちゃんこんばんはですし行ドライバーさんありがとうございますこんばんはローソンのバターアイス美味しいああ食べたことあるめっちゃバターですよねあれめっちゃバターってちょっと語彙力なさすぎるんやけど <laughs> こんんばもっさんこんばんは,もっさんこんばんはズーミンさんもありがとうございますこんばんは1回食べたアイスとかもう食べないんですかいやそんなことないですよでもただ今そうやってなんかこうツイ,ツイートしていこうっておすすめのアイス乗せていこうと思ってるから全然違うのをいっぱい買ってるだけで普段は結構なんか同じの食べたりもしますね 冬でもアイス食食べべるペペさんんももちろん食べますもう季節関係なくほんまにもう好きな食べ物っていうのにプロフィールに「アイス」って書いてるからそうもうもそれぐらい好きでちっちゃい時から毎日食べちゃううん <laughs> こんばんばは伊藤かれんさんこんばんはありがとうございますヒッチさんもこんばんはありがとうございます最近ソイラテのアイスデビューした村地お一緒やん一緒じゃないですか最近はるかもなんかソイラテのアイス飲んでから結構よく飲んじゃうなんかでも結構さなんか なんていうんやろ豆乳みたいな感じすごくないほかのとこのまあそういえばあんま飲んだことないから分からんけどでも美味しいこんばんはよこさんこんばんはありがとうございます 春ちゃんが好きって言っててて言るの聞いてからアイスょうになったちゃんあっう嬉しいめっちゃ美味しくないなんかさ自分がさこうなんかこれおいしいとかさこれいいとかおすすめしたものをなんかみんながこう食べてくれたりとか使ってくれたりとかなんか良かったって言ってくださるのめっちゃ嬉しい。 ドトールの豆乳ラテめっちゃ好きえー、そうな飲んだことないわ今度飲んでみようなんかね最近結構なんかいろんな方におすすめしてもらってるの多くて飲み物とか琴ちゃんにもねこの間どこだっけタリーズのなんかおすすめしてもらったりファンの方にもタリーズおすすめしてもらったり <laughs> しててなんか気になってるねん。 飲みたいなって飲まないとなって思ってんねんけどなんかいつの間にかね手にスタバを持ってて <laughs> 今度今度は絶対飲んでみます <laughs> 私はあまり冒険しないのではるちゃんがいろいろ紹介してくれるの嬉しいああ本当そうでもはるかもねあんま冒険しないタイプやからさそうこの企画とかすごいいいかもでもアイスは結構いろいろ食べるかな他のものは結構ずっとね同じものを食べたりします 今日は何かかししてましたか今日はお仕事の予定があったんですけどちょっと急遽なくなっちゃってだからずっと家いましたそう今日はお家で今日もなんかなまあでも今日は出かけたなそう今日はお家でやらなあかんことやってゆっくりしてました YouTube 見てたいっぱい <laughs> 2日連続オフそうオフになっちゃったんよ今日そうですん <coughs> たくさん寝た寝寝ましたよ寝たよなんかいっぱい寝たらさすごい目が腫れたりしてねなんか二重の幅変わっちゃうんですよよく <laughs> 朝起きた時でも今日,そんななかった今日はなんか顔のコンディション調子がいい日かもしれない。<laughs> 今日は眠たそうじゃないですね、ジュニアさん今日は眠たいピークはもう過ぎました夕方の6時ぐらいめっちゃ眠くなって <laughs> YouTube 見ながらうとうとしててなんか一瞬寝かけたりとかしててんけどもうピーク過ぎたから大丈夫です何の YouTube 見てるん普段もう美容系 YouTube しか見ないかな あとは時々何か食べ物食べてる方のとか ASMR の動画とかかなもうでも基本美容系 YouTuber さんしか見ないはるちゃん今日も京都ってかわいすぎないよあややちゃん今日もありがとう嬉しい <laughs> ありがとうございます またインスタのコメント返してくれて本当に嬉しすぎます奥野さんありがとうこちらこそお時間あるときはお時間やって時間あるときはお返事させてもらいますねまた <coughs> こんばんは力丸さんこんばんは しんんちゃんさんこんばんはクラリオンさんもありがとうございますこんばんは晩ごはん食べた食べたよ今日はホイコーローでしたママが作ってくれたホイコーロー食べたネイルしてますかしてます月1で変えてる 最近ひたすやスライム作る動画見て <laughs> そんなんあんの初知りアはちょっと今度見てみようかなお気に入りの YouTuber さんいっぱいうーんでも他のメンバーとかに比べたら少ないかも最近でもなんかおうち時間が増えたりして,して結構 YouTube とか見るようになったから結構増えたんですけど いろんな方の動画見てます今晩ご飯の何食べてんのホイコールいいねめっちゃ美味しかった美味しかったです後でアイス買ってくる来来亭さん今日の牧場食べる牧場アイス買ってきてくれますか <laughs> はるちゃんネイル綺麗やった嬉しいありがとうございます え嬉しいはるちゃんいつもネイルかわいいそうもうネイルは月一のなんか楽しみの一つでなんかテンション上がるそれだけでも今日は餃子でしたライチッチさんいいね餃子この間食べた 食べる牧場アイスのもも味食べたい。あああるよねゆっちゃん見たはるちゃんはシンプルなシンプルなネイルが好きいやー結構なんかなんやろうちょっと派手めなのとかも好きなんですけどなんかなかなかね衣装とか制服とか着る時もあるからなかなかできひんくて我慢してます <laughs> でも今回ちょっとなんかここに1本だけとか今回とかなんか毎回1本だけ結構なんかゴージャスにしてもらったりとかしてる全部にねなんかいろいろ知ってみたいんですけどなかなか難しい <laughs> 遊びに来たよゴーさんありがとうございますたくーぼんさんも嬉しい来てくれてありがとう。 こんばんばは MS さんもありがとうございますありがとう今日の夕飯は自分で野菜炒め作った偉すぎ今度はるかにも食べさせて <laughs> 食べさせてくださいうん <coughs> ししかしてきれいはケンティーさんやった嬉しい唯一のはるかのなんていうのなんて言うんやろ <laughs> チャームポイントにしようかなって思ってる手を。<laughs> 手をチャームポイントってあんのかなあんま聞いたことないけど。 落とし穴のはるちゃんめっちゃ好きセブンさんやった嬉しいいっぱい見てください youtube でねあのマイプレイリストセブンで見れるんでなぜ <laughs> <laughs> か冷やし中華食べたわたんべまぼうさんええええん冷やし中華最近なんか冷やし中華とか結構好きです はるちゃんは全身チャームポイントふうにゃさん優しいそんなん言ってくれてそう <laughs> 全部かわいいですみんな甘やかしてくれてありがとうございます <coughs> こんばんはマーポンさんこんばんはありがとうございますこんばんは ちゃんで生姜焼き食べたいいやん生姜焼き好きですよ。わいわい今でもティックトックで落とし穴リピしてるマジうれしすぎるやんそれみんなのコメント見てるよちゃんと。<laughs> はるちゃんの眉毛好きマジ嬉しい最近でも眉毛をかっなんか描くの得意になった。<laughs> なんか前まで難しいなってずっと思っとったんやけど最近はね得意になりました久しぶりに来れたああ頑固さん久しぶりめっちゃ嬉しいありがとうございます今日は煮物食べましたシュートいいね煮物なんか結構なんやろ最近はなんか <laughs> 年を重ねるごとにこうちょっと大人になってるのか煮物とかそういうの好きになってなってきたなんか前まではなんかねあんまり食べないとか洋食ばっかりやったけど最近なんかやっぱ和食の良さにも気づいてきた。 昨日ティックトック見返しておかわいすぎてしんどかった。嘘、みんなそんなティックトックとかも見返してくれてんの？嬉しいなそれは。唐揚げ、うわ唐揚げいいなー食べたーい。<laughs> めっちゃ食べたい。いいですね。まだ十代でしょ。まだ十代やけど。 なんか和食の良さに気づきましたこんばんはゆうやさんこんばんはありがとう大人の階段登ってね夜をちょっとずつね登ってきてますよねこれは <coughs> かわいいにゃんさんありがとうございますにゃんにゃん <laughs> はるちゃん TikTok してるミキさんしてないです見る見る専門みたいな <laughs> 感じになってるだからあのー、公式 NMB48 の公式で載せていただいたりとかした時にみんなのコメントを見てますコメント欄でみんな結構 TikTok って見てるんですか メンバーののとか見るのそんな見えへんかなでも回ってきたら見ますなんかおすすめみたいなのに <laughs> あんまなんか誰のを見るとかはないかも遅くなったヤっホーほーほちゃん今日もありがとうヤっホー見てるって見まくりマジでたまに暇な時見てるよめっちゃ見てる たまに見てもら NMB のは見てるあーありがとうございます <laughs> メンバーのためにインストールしたあー確かになんか最近始め出したメンバー多いですよね確かにこんばんは今から仕事うん今仕事終わったから帰りますオッチンさんお疲れ様 遅い時間まで疲れ様はるちゃんもすればいいのになんか難しくないですか <laughs> まあいつかいつかできそうって思ったら <laughs> やりますはるちゃんの 8期オーディションの TikTok そろそろですかマスさんそろそろなんじゃないかなこの間撮りましたよお話し会の時かなんかに撮りましただからそろそろかなって思いながら見てますはるちゃんこんばんはフルゼロさんありがとうございます遊びに来てくれて嬉しい ちょいと覗きに来まましたうわあ森の熊さんさありがととうございいすちょいと来てくださってコメントまでありがとうございますすごい嬉しいぐらいめっちゃコメント流れる <laughs> <laughs> ドートンボリのソロパートの表情好きなんだなすーみるさんええー、嬉しいありがとうもうでもドートンボリはねソロパートだけじゃなくて 歌ってない時とかもめちゃめちゃこだわってるんで道頓堀だけじゃないけど是非見てください「むちゃくちゃ公演のはるちゃんすごかった」「きたりおしの力持ちさん嬉しい!」見てくださってありがとうございますなんかこの間もグループお話し会の時とか「むちゃくちゃ公演」の感想を聞かせてくださって嬉しかった。 努力のしずくのはるかめっちゃ好きうわー嬉しい <laughs> めっちゃこだわってる努力のしずくはたくにめちゃめちゃこだわってます お話しかいなくなったけど新曲はよ SnowMan さんね早く会いたいです本当にもう会いたい歌のない時の表情も見ものかな嬉しいコメントにもねめっちゃ書いてくださってて嬉しかった その流れるコメントから拾ってもらった時ははるちゃん好きってなるなかしーさんをなってくれてますか今日も <laughs> 今日もありがとう結構ねみんなの読みたいなと思ってるんですけどはるかの目が追いつかない <laughs> 明後日久々に劇場でハルちゃんに会えるので楽しみすぎてドキドキしますディノズさん楽しみにしてますあるかも頑張る待ってますねハル <coughs> ちゃんダンスキれてるよね キレキレってことですか本当嬉しいなんかでもよく先生とかからも「なんか昔と踊り方変わったね」ってよく「いい方に変わった」って言ってもらえるねんけどなんか自分では最初わからんくて何が変わったんやろって思ってたけどなんか昔の映像とか見返したら全然違うと思う。 やっぱ違いますね <laughs> 変わるもんですね三年経ったらあさっての公演の髪型は決まったんまだ決めてないです前日によく決めるかなから明日決めようかな <laughs> まあレパートリーそんなないから <laughs> その中のどれかになっちゃうんですけどね まあなんか明日決めますいい意味でバレー感が邪魔しなくなったとかうんそこも大きいと思う多分それもはるちゃんパフォーマンスは日々進化してますよホンマいつもねもうずっと見てくれてるみんなが言ってくれるならもう間違いないと <laughs> 自信を持ってますね るちゃんどの髪型が一番好きええー、選ばれへんどれもねなんかいつもメイクさんに可愛くしていただいてうーん何やろでも結構大阪魂公演やったらあのー、サイドポニー巻きのサイドポニー結構いいなって思ったなんかポニーテールってどうしてもくくってるのが見えないんですよ くくってるところはこう見えんねんけど高い目でくくってもらってるからでもねあんまりこう髪の毛が見えなくてでもサイドポニーにしたら髪の毛もこうちゃんとここに見えるからあいいなぁと思った <laughs> かなとでもハーフツインとかも好きやし決めれへん<笑><笑> それれったててくれてるやっぱそうよなこんばんはカンパパさんこんばんはありがとうございますセットリストでも似合う髪型変わるよねそうなんですよやっぱねなんかその公園に合った髪型をしたいと思ってそうだからすごいいつも悩んでるんですよ意外と どの,どの髪の毛が合うかなとかあとなんか同じ髪型ばっかりしててみんな飽き,飽きひんかなとか <laughs> 自分とカッしてるんですよ実はまああの変えないんですけど <laughs> 変わんないんですけどこの間の公園の髪型は新鮮で可愛かったフレンドちゃん本当 あれはでもしだれ柳の時の髪型の前髪ないバージョンなだけですねしだれ柳ヘアのさえさんヘアの前髪上げた版ですみんな秋きひんって書いてくれてる優しいありがとう <laughs> 同じでも大丈夫だよ優しいこんばんはおかたんさんこんばんはおっきーさんもありがとうございますこんばんは髪の長さずっと同じにしてるんですかそんな変えへんかなあでも研究生の時めっちゃ短かったこの辺だった気がする結構伸びためっちゃ伸びました伸び,伸びたというか伸ばした やっ長い方が落ち着く自分で <coughs> こんばんはアビウィジャーさんかなこんばんはありがとうございますありがとう毎回今日の髪型が一番ってなるマジ嬉しいそれは嬉しすぎる 髪がが長い方が髪型の自由度は高そう確かに髪の毛切ったメンバーとか結構いつもなんか悩んでるレパートリーが難しいって言って「今が人生で一番長いの?」いやずっとこれぐらいでした NMB 入るまでの,そのバレエやってた期間が髪の毛長くないといけなくて。 ずっとこれぐらいの長さだったなんか多分この長さがずっと一番長い期間してると思います十九年間こんばんはまこっちゃんさんこんばんはありがとうございますマリーナちゃんもありがとうございますこんばんは アイスティーさんこんばんはありがとうございます髪型変えれることがロングの最大のメリット確かにそれはそうアレンジがいろいろ効きますよねこんばんは土曜日のお話からありがとう しんちゃんさん、こんばんは。ありがとうございます。わざわざ。噛んじゃった。<laughs> わざわざコメント。ありがとう。嬉しい。世界で一番可愛い関西弁に癒されます。嘘、そんなに。<laughs> そんな褒めてもらえるんですか。 <coughs> うん、よいしょ今何時だ47分早っもうちょっとやんじゃあちょっとだけ今日はちょっとだけなんですけどもうほんまにめっちゃちょっとなんですけど <laughs> 教えてはるちゃんしたいと思いますイエーイ わやったー公演の時はねもう別人って言われますから <laughs> ね別人になれてて嬉しいです <laughs>、まあ、メイクの力もきっとあるんやろうなちなみに今日はめちゃめちゃアイラインを何て言うの短く描いてるんですよいつも長く描くんですけど 今日はだからナチュラルめなアイライン <laughs> にしてみたはい <laughs> じゃあ教えてはるちゃんいきますごめん今日ちょっとほんまにもうあの3つだけなんですけどごめんねちょっとかけてなくて許してください <laughs> 3つだけいきます なかなか良きって書いてあるやっとこれぐらいにしよっかな <laughs> 単純 <laughs> じゃあいきます、えー、バタヤンさんからいただきましたありがとうございます、えー、ナンバー1番隊の勝利の夜帰宅すると桃マカロン冷凍マンゴーがありましたはるちゃんはどれから召し上がりますかこれはもう即答でマカロンですね マカロンもうはるかのプロフィール見てくださった方は知ってると思うんですけど桃マ,マカロンアイスっていう3つがもうはるかの中で大好物で,そうで、まあそのまあ、今回は冷凍マンゴーハマってるって多分言ったから冷凍マンゴーにしてくださってるんやと思うねんけどどれから召し上がるってなったらもう即答でマカロンですね。 マカロンはほんまにもうなんか毎日食べれへんし時々しか食べれないじゃないですかだからこそなんかもう先に食べちゃいたい <laughs> 食べたい <laughs> やっぱ一番桃とかは結構ねあの季節桃の季節になったら毎日食べるんですよそうだからもしあったらマカロンが一番 最初に食べたいなって思います。はい、じゃあ続いてえー、パパナキさんからいただきました。ありがとうございます。はるちゃんが思うアイドルに一番必要なものって何だと思いますか？まあ、アイドルに必要なものって。まあいろいろあると思うんですけど。でもやっぱりファンの皆さんじゃないですか？なんかこれは何て言うんやろう？ <laughs> 狙ってるとか思われるとちょっと嫌なんですけどそんなんじゃなくてほんまに思うこの3年間自分がアイドルさせてもらってなんかこういろんな景色を見させてもらえたりアイドルとしてこういろいろ楽しめてるのはやっぱファンの皆さんのおかげだなっていっつも思うので本当にほマジで思うんですよ <laughs>。だから やっぱ必要なものはまあるんですよ、まあ、歌歌唱力とかパフォーマンス力とか,なんかキラキラ度も大事やしなんかこう引きつける何かとかもきっと必要なんやけどやっぱねやっぱ100点とか書かれてる恥ずかしいでもほんまなんですよ本当に思ってて。 本当にもういつも感謝の気持ちでいっぱいやしそう <laughs> 本当にありがとうございます <laughs> はい <laughs> じゃあ続いてこれラストですえー、パパ泣きさんから頂きましたありがとうございますうさしをお姫様にプロデュースするとしたらどんな感じになりそうですかこれはちょっと難しかったんですけどなんか質問の。 これがどういういなんんやろっって感じだったんですもうさしお姫様にするならもうブリブリ可愛いぶブリっ子系の <laughs> でもちょっとツンデレがいいですかねうさしの性格を生かして <laughs> かなって思います。はいということで、えー、教えてはるちゃんちょっとだったんですけどごめんねまた今度しますありがとうございます。 教えてはるちゃんっていうのはちなみにえっとブログのコメントに「ハッシュタグ教えてはるちゃん」って書いてもらってはるかに聞きたいこととか質問とかを書いていただいたらこうやってあのショールームで答えさせてもらうのでもし何か聞きたいなと思うことがあればブログのコメントによろしくお願いします。待ってますちょっと結構時差あるんですけど <laughs> ちょっと時差あって申し訳ないんですけど待っててください。 <laughs> って感じかな、はい、本当にありがとうございます読まれるの3か月待ちかなそれぐらいかもしれないごめんね本当にごめんなさいなかなかね配信が思うようにできひんかったりした時期とかも期間とかもあってちょっとなかなか進めれてないんですよねごめんねブログはどこで見れるんですかブログはなんて,言ってんの雨 アメブロの NMB の公式のところで見れるはずですなんて言ったらいいんやろ合ってる合ってるかなはるちゃんのアップかわいいひえちゃんさん嬉しいありがとうございます <laughs> ありがとう合ってるわありがとう教えてくれてありがとうございます <laughs> そう ブログもね毎日更新してるんでよかったらまだの方は見てくださいあみんな書いてくれてるありがとうあメブロの NMB オフィシャルで見れます定の遥くブログで検索すればって書いてありがとうございますもう足りないところねみんなが補ってくれて <laughs> アイス買ってきましたお早速報告いいね <laughs> ブログのコメントは日課ですもうねほんまにみんな毎日書いてくださって嬉しいもうほんまにもう何回も言うけど一言だけでも嬉しいんでね「おはようはるちゃん」とか「こんばんははるちゃん」とか <laughs>「今日は仕事でした」とか <laughs> そんなんだけども嬉しいからねそうぜひ。 いいてみてみくださいめちゃめちゃ喜ぶんでわ <laughs> もう54分やではではそろそろ終わりの時間がやってまいりましたそして昨日言いました1位の方とラッキーさんの言葉のプレゼント考えてまいりましたーイエイ <laughs> ちょっとね今回はちょっと今までとはちょっと違う感じにしてみてそれがこちらなんですけどじゃんはい今回はなんと昨日までの言葉を博多弁に変えてみました <laughs> そうなんかいい言葉あるかなって考えてんけどなんかそういえばこの間。 ショールームでなんか女の子のなんか方言可愛いみたいな話になったんですよ、まあ、その時にね来てくださってた方もいらっしゃると思うねんけどそう新しいやろそうでその時にやっぱ博多弁可愛いよねっていうコメントが多かったりとかあとやっぱね調べたりしても博多弁ってやっぱ一番なんですよなんか女の子の 方言で一番可愛いと思うランキンキグみたいなそうなので <laughs> はるかはめちゃめちゃ根っからの大阪人なんですけど <laughs> 関西人なんですけど、まあ、今回はこの間のショールームの話題と話題に沿ってちょっと博多弁にししてみましたちょっとねまだはるかも慣れない部分があるので博多弁。 ちょっとあのー、はい慣れてないなっていう感じ <laughs> 今日とかあると思うねんけどちょっとそこはご愛嬌ということで許してください <laughs> 許してくださいは <laughs> い新たなね春ちゃんが見,れ見てもらえるってことで <laughs> ということでねはい今日1位の方たらっきさんに春かから感謝の気持ちをプレゼントということで。 今日もさせていただきます。はい。ではでは。早速。ランキングを読ませてもらいます。いきます。十三位中小原さん、ありがとうございます。十二健一さん、ありがとうございます。十一固定、十一固定つさん、ありがとうございます。十位武蔵、ありがとうございます。 9位、徳ちゃん、ありがとうございます。8位、村っち、ありがとうございます。7位、シュートありがとうございます。6位、三方町、ありがとうございます。5位、末広さん、ありがとうございます。4位、秀さん、ありがとうございます。3位、シムさん、ありがとうございます。2位、うわー待って、変わったー。ランキング変わっちゃった。ちょっとごめん、まだ引いてなかったってことで、ちょっともう一回読ませてもらっていいですか 申し訳ないですねちょっと読むのが遅くて <laughs> もう一回読み直しますごめんなさい13位中小原さんありがとうございます12位健一さんありがとうございます11位こてつさんありがとうございます10位村っちありがとうございます9位シュートありがとうございます8位三方町ありがとうございます7位末広さんありがとうございます6位秀さんありがとうございます 5位、シムさん、ありがとうございます。4位、スノーマンさん、ありがとうございます。3位、タケソウ、ありがとうございます。2位、トクちゃん、ありがとうございます。そして、1位が、ダイちゃんです。ありがとうございます。ということで、早速、今日のラッキーさん、決めまーす。今日のラッキーさんは、んこの方じゃん !5 位、シムさん あれ、また五引いてない。<laughs> 昨日も五やったよな。シムさん、いますか。三の次は五ですか。<laughs> あ、いた、嬉しいって書いてくれてる、そう言ってもらえて嬉しい。<laughs> 少々お待ちください。 ということで今日のラッキーさんはしむさんですありがとうございますそしておめでとうございますはいではではしむさん何番がいいですか読めるなんか文字がねちっちゃくなっちゃって <laughs> ごめんね読みづらい感 四番オケマル読んでえ、なんか緊張するねんけどあんまりゆいなれあんまりっていうか全然ゆい慣れてないから行 <laughs> きます緊張はい行きますシムさん吸い取ったけどもう好きやなかバリ好き <laughs> <laughs> ありがとうございます。 ありがとうやっぱ言い慣れないですね緊張するなんか恥ずかしさもありつつ緊張もする <laughs> ありがとうございます可愛 <laughs> い,いなもう好きやなかかわいい博多弁 <laughs> はいということで今日一位のだいちゃんありがとうございます ありがとうではではみんな可愛いって言ってくれてる恥ずかしいだい <laughs> ちゃん何番がいいですかこんばんはあらオレンジペコうさんありがとうございますグフさんもこんばんはヨネ,シヨネシーさんもありがとうございますこんばんは選べないのでお任せしますええー、お任せ何がいいかな じゃあこれでいきますね。<laughs> え、むずいなこれ。<laughs> いきますよ。行きます。なあなあ大ちゃんなしで今日冷たかと二人きりなんやけんもっとこっちに近い。はい。 ありがとうございます。一番にしてみました。<laughs> 難しい。でも博多弁いいですね。かわいい。ありがとうございます。は <laughs> 好評で嬉しい。冷たかと冷たかと ?2 人っきりなんや。剣もかわいいね。かわいい。 <laughs> 博多弁かわいい <laughs> やばい可愛すぎて溶けそうあかん溶けたらあかんよ <laughs> ありがとうございますめっちゃ照れるって言ってくれたやった <laughs> はるかも恥ずかしい <laughs> 今日今回はねまあ博多弁になったということで博多弁がねなんか可愛いって言われてるので博多弁に。 今回は全部してみました <laughs> はいありがとうございます <laughs> 恥ずかしいではでははい。待ってねそして今日スペシャルギフトをくださったホリーさん、とくちゃん、たけそう、ひでさん、だいちゃん、あややちゃんバタヤンさん、こてつさん、シューとスノーマンさん、ソルトさん シムさんやぶちゃんなーちゃさんちからさんなかこはらさんりさちゃんひでさん味方ちょうむらっちけんいちさん 呼ばれてないよって方いらっしゃいますか大丈夫ですかはいありがとうございます <laughs> 今日も皆さんはるかのお話し相手してくださってありがとうございますこちらこそみんな「ありがとう」って書いてくれてるけどこちらこそありがとうございますいつもまた配信する時は来てください 配信終わるときの寂しさと言ったらもうあ嬉しいそんなん言ってくれてまあね今からブログ上げてきますなんでもう今日書いてるから後は送るだけなのでみんな待っててください <laughs> ありがとうございます本当に Twitter ではるか2も待ってますね <laughs> それでは本当にありがとうございましたまたお話ししてね約束 <laughs> おやすみありがとう